だから平和ボケの意味についてしっかり考えなきゃいけないから、うん、だから日本はなんか戦後社会 のいいところっていうのは全部民主主義っていう言葉にそう集約してしまう。実は民主主義ってピリピリしてるっていうことと も相性がいいっていうか、うん、民主主義を成熟させるためには常に政治参加であって常に国全体のことを考えている、で自覚ある市民として行動する、うん、だから平和ってそれに比べるとすごいまさに平和ボケなんですよね。ポカーンと、ね、何やろうみたいな、やることなくなっちゃったなみたいな、この状態っていうのに何か一つの価値があるんじゃないかってことをしっかり言うべきなんじゃないかっていうふうにはと最近僕は思ってて、うんうん、あるとだから平和ボケの意味についてしっかり考えなきゃいけないっていうか、うん、戦後日本のいいところっていうのはこのある種の平和ボケができたっていうことであって